こんにちは、わんこ様。はい、今日もご安全に、あまねこです。今日は撮影帰りなんですけど、ほんと今日雨がすごくて、いや雨の時はあんまり撮影しないようにしてるんですけど、今回はどうしてもね、ディーラーさんからお借りする車だったので、あの予定をね、もう結構前から決めてたんですよ。でそれもね、延期するわけにもいかず、このなかなか撮影させていただける機会もない車でしたので、今回はね、やむを得ず撮影を強行して、雨の中びしょ濡れになりながら撮影を頑張ってきたんですけど、まあ疲れた。いや、そしてね、今日めちゃめちゃ寒くて、最高気温が16度とかだったのかな。いや、ほんとその寒い中、雨に打たれて、この寒い、この気温よ。いや、もう見やかしたよね、完全に。もうなんか、もっと暖かい格好してくればよかったのに。いや、これはね、マジで私がおバカなところもあるんですよ。こんな薄着じゃなくて、もっと暖かい格好してくればよかったのに、この今日の気温がどれくらいかっていうのを調べずに家を出てきたのも悪い。はい、それは反省してます。撮影頑張って、私偉い偉い、花丸100点あげちゃうっていう感じの、ちょっとね、自分にそう言い聞かせないとね、悲しいぐらいには、それぐらいには私今凍えてますし、もうちょっとね、自分にご褒美が欲しいなと思って、なんか本当だったらちょっとこの辺のね、おしゃれなカフェに入りたいんですけど、いや今日ね、結構もういい時間になっちゃったんですよ。で時間が今の3時とか、本当だったらお昼ぐらいに終わらせてお昼ご飯を食べに行きたかったんだけど、3時になっちゃうともうなかなか営業してるとこないんですよ。お昼休みに入っちゃうからな、どこの飲食店も。ということで今日はお昼ご飯難民です。はい、この寒い中雨に打たれて、このね、濡れネズミみたいな感じになって、そしてご飯難民です。まあ、今はね、髪の毛が結構落ち着いてきたというか、少し乾いてきたからいいんだけど、で実際に今回撮影した映像がもうほんとね、地獄のようなびしょ濡れで、なんだこの濡れネズミはっていう感じの映像になりそうなんで、ちょっとそれをね、みんなに晒すのが辛いんだけど、せっかくね、今回素敵なお車をお借りしたので、まあ投稿せざるを得ないんですけど、はい、投稿された後ちょっと皆さんいろいろ物議を醸すかもしれませんが、お許しいただければと思います。はい、あー、そして体が冷えたからもうトイレ行きたい。寒い時ってさ、冬とかもそうなんだけど、ちょっとトイレが近くなるというか、はい、ありますよね。あー、もうあんまり体冷やしたくないんだけどな、悲しみ。あー、そしてガソリンがなくなってきたな、後でガソリン入れなきゃな。あー、寒い。はい、ということでとりあえず首都高入ります。早く、あ、トイレあるけどやだな、こういうとこのトイレって。
なんか綺麗なとこはいいんだけど、このガソリンスタンドあんま綺麗じゃなさそう。よし、そんな文句言わずさっさとガソリン入れます。で、都内のさガソリンスタンド狭いんだよね、マジで。よいしょ。はい、エネキーです。エネキーをリーダーに出すと、エネキーキーポイントで秋ですよ。ご希望する機種の何だ。あ、それ。はい、ガソリン満タン。いけー。ブニューンと。そろそろ夏の服をしまわないと。なんかまださ、寒いとはいえなんだかんだまだ涼しいレベルなんじゃないと思って、ね、ちょっとね、軽装で来てしまったんですけど、やらかしました、完全に。めっちゃ入るな。まだ結構メモリ残ってたはずだったのに結構入るね。ということで、今回のガソリンはリッター171円で 47.73 リッター入りまして8162円でした、結構まだガソリン残ってる、2メモリぐらい残ってるかなと思ったんだけど、なんだかんだ入りましたね。よし、あー、トイレ行こう。キーの電池を交換してください。車のキーの電池を交換しないといけないらしいです、そろそろ。キーの電池ってあんま交換する機会ないから忘れがちだけど、しないとですね。そうそう、しました。よし、よしこそ、そろそろ鍋とか美味しい時期かもしれんな。赤から行きたい。赤から鍋食べたい。もう年に赤からあったっけ。一人で行くのもちょっと寂しいけどな。一人鍋する？でも赤からこの時間やってないか。こういうさ、投資営業でやってる飲食店がもっと増えてくれたらいいのになと思うんだけど、あんまり需要がないからやってないんだよね、きっと。そりゃそう。それはそう。お家に帰るよ。お家に帰るよ。お家に帰る。でも、こんな風に降ってるから、ちょっと、あんまり車を外に出すのもやむんだよね。今日はお家でおとなしくしようかな。Uber でもしますか？なんて思ったりしてね。でもね、せっかくね WRX も洗車したばっかなのにすぐに汚れるんだよ。まあしょうがないんだけど、それだけ私が乗ってるってことだから、まあ汚れはねやむを得ない、致し方ないというのが分かってるんですけど、でもね、今週雨ばっかでほんと嫌なの。たまにはね、いいんですよ、雨も。まあ、雨も降ってくれないとダムに水もたまらないし、雨がいないとそりゃ生きていけないところがあるんだけど、ほどほどでいいね、ほどほどで。ちょっとね、緩急つけてお願いします。